ッツ3から5カージナルス現地時間5月29日グレートアメリカンボールパークセントルイスカージナルスが同地区レッツとの3連戦に勝ち越し、ノーラン・ゴーマン内野手24が1塁打2打点、メイシン・ウィン内野手22が3安打1打点をマークした。カージナルスは3回表、マット・カーペンターが1号ソロを放ち先制。今季から古巣に復帰した38歳ベテランの一発でリードを奪うと、続く4回表には若手が奮起。ゴーマンとウィンの敵地打で2点を追加した。1点を返された直後の8回表には、ゴーマンがチームトップの10号ソロを放ち、デビューから3年連続となる2桁塁打に到達。3点リードで迎えた最終回は、守護神ライアン・ヘルズリーが登板。1点を失い、同点の走者を背負いながらも試合を締め、全体トップの18セーブ目をマークした。この勝利によりカージナルスは5カード連続の勝ち越しに成功。最大9つあった借金を返済し、地区2カブスまで 0.5 差、首位ブリュワーズまで4差に迫っている。チームは直近15試合で12勝と絶好調な戦いぶりで、この間ゴーマンはチームトップの5塁打、オプス 1.074 をマーク。さらに、今季2年目のウィンは、同期間でチームトップの打率380、同2位のオプス 1.027 を記録し、2人揃ってチームトップタイの11打点。二遊間を組む若手コンビが攻守で牽引し、チームは勝率5割へ復帰した。また、ラーズ・ヌートバーは2番、右翼手で先発出場。4打数2安打、1三振を記録し、8回裏の守備から途中交代。今季成績は打率234、オプス741となっている。